影豊だ、高校球児だ、よろしく。ダバいよくない、戦国武将みたいな感じで、今回ですね、うちの本田さん大学社会人まで野球やってたんですけど、ポジションも一緒セカンドだったんですけども、結構大事な大会とかで隠し玉とか決めたりしてるぐらい小技の名手だったんです。セコドヤ顔してたけど、大学の時だっけ、どういう風にしてた。結構寄りますね、人に。この時もありましたし、でもボールが見えない。これやり方もあるんでしょ、なんかそのちょっと演技入るわけじゃん、演技。まあそう、自分の経験ですけど、例えばランナーがツーベース打ちましたとか盗塁しましたとかで、もうアドレナリンが出てる状態の選手って結構走塁のことにあんまり集中できてないから、結構隠し球決まりやすいんじゃないかな。狙い目だと、狙い目だなってのがあって、その時はちょうどレフト線のツーベース打ったんですよ、バッターが。でもめっちゃガッツポーズとかして、シャーみたいな。サードコーチ、ファーストコーチもみんななんかワーンみたいな感じになってたんで、このタイミングしかないと思って、レフトからショート、ショートからボールもらった時に見てなかったんで、まあ、ここにこう行って で、そのままランナーの後ろまで行って、それ成功した。その時に審判も見失ってて、審判もずっとホーム見てたんですけど、なんですか、自分がアウト、アウト、審判アウトって言ったら、なんかみたいな。それぐらい味方のベンチも見失ってたっていうこと。なるほどね。これやっぱり豊さんに聞きたいんですよ。ちなみに豊さん、隠し球の経験はあるんですか。いや、やろうと思ったけどさ、なんかこうニコニコしちゃうんだよ。嘘つけない。株に出ない。株に出ちゃう。また株上がってた。いや、でもお前こうやって隠したりとかするじゃん、棒とか。そうだね、こうやって隠すんだよ。脇、脇。なるほどね、そのパターン。こうやってボールが来る。こうやってから。これ試みたことはじゃないんすか、実際試合で。あ、あるんすか。いや、それプロ、プロっすか、大学とか。プロ、プロ。あ、プロの時。大学とか高校の時はない。ただ、間違えちゃいけないのは、ランナーバカだなとか言うじゃない。それはお前が言うように、アドレナリンとか出て興奮状態で、例えばセカンドにいる、サードにいる、ファーストにいるじゃん。一番やっぱこう、ずっとボールを追ったかなきゃいけないのは誰か分かんない。こうちゃん。おおっす、あまり当たるね。ありがとうございます。もう本当、何年かぶりですか。いや、もう普段もカズーちゃん当たる作戦で。コーチャーが見とかなきゃ。なるほど、はい、サードコーチャー、ファーストコーチャーがいるよね。何のためにいるかという、指示をするだけじゃなくて、その状況、どういう風になってるのか。だからボールがセカンドに帰る、帰ったそのボールがピッチャーに到達して初めて目を切ってる。そうですね。だからコーチャーが悪いんだよ、あれ引っかかるっていう。だいたいコーチャーも引っかかってるわけだ。そうですね。そうでしょ。だからコーチャーがやっぱしっかりしとかなきゃいけない。確かに。だからそれは徹底しないと。で、特に一流コーチャー。はい。いやいや、もうね、ちょっとね、まあ、せっかく音が鳴ってるから止めてんのにさ、あ、最後のあれフルコーラスいる。いや、いらんねえさ、あれは。だから、ああいう予想外のことが隠し玉。なるほど。でそれで、まあ、コーチャーのこと話をしたい。はい、で、これからやりたいという人は一番気をつけなきゃいけないのは、ピッチャーがプレートを踏んだらダメだからね。なるほど。違反になるから、違反行為。だからピッチャーもうろうろしなきゃだもん。でまたピッチャーが下手なやつがいたのに、俺がこうやって隠してる時にさ、うろ、なんかうろうろ、挙動不審かもみたいな。おい、どうしたんだみたいな、急にって。目の焦点合ってないでしょ。だって隠し玉ってさ、年間何回も試みることじゃない。まあ確かにそんなにない。10球団あってさ、1回2回ぐらいで試みるって言っても、まあ冗談でさ、冗談でこうやってやりながらニコニコしながら、ノーみたいなとか言ってピッチャーに返したりとかするけど、でも真剣にやろうとした時にさ、ピッチャーはもうプレート踏めないもんだから、演技めちゃ下手みたいな。だからまあそういうことで、やっぱ隠し玉にもルールがあるんで、まあ隠し場所もいっぱいあるし、ピッチャーとのこう息も合わせなきゃいけないですよね。練習からやるってことですよね、それは。ピッチャーが俺が隠してたなって言ったら、いやいや、隠したのみたいな。そういうのが、だからそういうのを見逃さないのもプロ野球の一つの面白さ。確かにそうですね。
見どころですね。見どころまた。でも年に何回もないから、そうですね。見逃すなっちゃう。はい。その瞬間をぜひ。そうですね。はい。